ちを巡ってる運があるこの渦を消したって言うつ何が。こんにちは。こんにちは。よろしくお願いします。よろしくお願いします。今日のゲストは善野マン君です。バンバン善野美善野お願いします。お願いします。ありがとうございます。早速お店に来たので料理の方頼んでいきたいと思います。レゲエの歌い手 DJ になろうと思ったきっかけは何ですか？僕5歳ぐらいからずっと育っててくれてるお父さんがめっちゃレゲエ好きで、その影響でもう10年ぐらいはずっと5歳ぐらいからただのレゲエファン、そこら辺からなんかちょっと好きになり始めて、で地元にもレゲエ祭があったんで、当時岩手の、そうです、東北レゲエ祭っていうのがあって、それに遊びに行ってたら、ジャマイカのアーティストが来てたんですよ。ジェシー・ロイヤルとか、あとビーニマンっていう、それこそジャマイカの DJ スタイルのビーニマンっていう人が来てて、もうそれ見た時にもうレゲエ歌ってきやがるならもうジャマイカ行くしかないって思って。それ何歳の時？それが、17歳の時です。でそれで18歳になってすぐジャマイカ行ってっていう感じだったんで。乾杯。乾杯です。ありがとうございます。イエス。え、ジャマイカでは乾杯なんていうの？チェアス。あ、チェアス。はい。お刺身のお野菜です。サラダです。ゼンダマンっていうのは、いつから出てきた名前？アーティスト名の由来は、こういうのがゼンっていうんですけど。ゼンっていうんだ、はい、かっこいいよ。どう書くの？前人の前で前です。あ、一文字なんだ。もう一文字で、はい。自分そのさっきも言ったビーニマンとか、あとレゲエで言ったらナンジャマン、H マン、ブギーマン、めっちゃ好きだったの、この頃から。だから、あの自分のお母さんも勝手に自分のこと前ダマンって呼んでて。え、それはいつからだ？それ多分結構その小学生ぐらいから。完全その俺がもうレゲエ好きすぎる、もうが緊張すぎて、ちっちゃい頃から全玉ってちょっとバカにする感じで呼ばれてて、それこそ最初サイファーとか行った時にアーティスト名なんだろう、アーティスト名みたいな、 MC 全玉みたいな感じで、そこから始まって、でも俺 MC じゃねえなみたいな、なって全玉になったと思います。一番影響を受けた人は誰ですか？多分僕にとって一番影響を受けてるのはルードボーイフェイスっていうアーティストです。え、それはどこが一番？それこそスタイルはもうめちゃくちゃゴリゴリのハードコアな DJ スタイルなんですよ、ブレない、なんですけど、その歌詞だったりライブするときに言うことはめっちゃレベルなことで、そういうレベルなことっていうの、要はなんていうんですか、教えられてることとは違う、その本当のことを見ろよみたいなのをすごい言ってて、で自分もすごい同じことを考えてたし、そのレゲエもちろんそういう曲いっぱいあるし、そういうみんなそういうのを心に持ってる人たちが多いんで、もちろんルーボイさんだけじゃないんですけど、やっぱルードボーイフェイスもそういうところを、やっぱ高校生の時とか授業中もずっとこうやって聞いてた。それがレベルなことっていう、はい、今ちょっと勝手に言葉作っちゃったんですけど。そんな素敵です。ジャマイカに移住して、なんか一番初めに感じたことは何でしょう？最初空港に着いた瞬間、異様なほどのバリの香りがして、で迎えに来てくれたドライバーと一緒にこう乗り込んで、その泊まる民宿まで連れてきますみたいな流れの時に、そのドライバーがもう吸いながら運転手も俺のこと連れてって、え、こういう感じなんだやっぱドライバーなんもないみたいな。あと街とか歩いてたらもうめっちゃ話しかけられるんですよ、その「You're Chinese」みたいな「You're Mr. Chin」みたいな感じでめっちゃ話しかけられる。日本いてまず歩いてて人が話しかけてくるなんてことその知ってない人じゃない限りないじゃないですか。いきなり知らないやつに「よ」とか言っていきなり話しかけるとかないじゃないですか。しかも話しかけて「よ」「500円くれ」みたいな感じなんです。あ、お金くれって、お金くれ、爆上げじゃねえかよ。そういうのがもう無限にあって、これもこいつらに舐められないようにしないと一生これだなみたいな。たまに、いや、お前ジャパニーズだみたいな話しかけてくれる人もいて、そしたら、お前マイティクラウン知ってるかみたいな。マイティクラウンはもう世界の王者だって言うんですよ、ジャマイカ人。すごい。いや、マジで。それを逆にそのジャ
マイティクラウンとかそういうジャマイカで活躍した日本人がいるおかげで、うん、日本人のことを認めてくれるジャマイカ人もめっちゃいて、それによってそういう差別がちょっと減ってるとは思います。すげえ。もう本当にちっちゃい頃からずっとレゲエと一緒に育ってきたんで、記憶も進んできた人生も全部レゲエと一緒にあるから、うん、もしマイティクラウンがいなかったら今の俺存在マジでしてないじゃんみたいな本気でそう、うん、で多分自分みたいな人すごい多いと思うんですよ、うん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 、それなのに最後の横浜レゲエ祭ちょうどこの前スイーツ前、うんうんうん、最後までそういう最高の景色っていうか、そのサプライズも含めて、うん、ファイアーボール一上がりの復活とかそういうのも含めて、うん、みんなにこう見せてくれてるマイティクラの背中を見て号泣しちゃったんですよねマジこの人たちいなかったらもう俺存在してないし、こんなに何にもまだ恩返しなんか何もできてないのにここまで見せてくれるんだって、しかも背中で語るというか、言葉とかじゃなくてそういう行動でそういう優しさとかを見せるそのスタイルにこうマジでかっこいいなって本当に思ったんです。それがやっぱ日本人だけじゃなくてジャマイカ人でも認めさせてるっていうのが本当にやばいです。やばい。3 on beat。あの YouTube を撮り始めたきっかけは何なの？今のニュースタイルの曲を作るためにはまず音と死んじゃないけどちゃんと昔のレゲエをこうちゃんと知って、その上でもう一回新しいのを作ろうっていう話から、お前まだ全然レゲエを知らないからそれを体感してこうで、で実際にそういう昔の世代のアーティストと一緒に歌って、そこから吸収していこうみたいな、それで失敗するとこもこう成功するとこも全部その記録として見せてって、自分 の, そのリアルなその修行の様子をこう見せていこう、それによってやっぱそのカッコつけてる自分しか見せてないとそれ以外の自分っていうのはあんまり見せれないじゃないですか。そういう全てをさらけ出すことによってどんな状態でも常にアーティストというか、どんな状態でも歌えますみたいな、そういう結構余裕というかずっと自分らしくいていいっていう余裕さが生まれてったんですけど、もともと最初はそういう昔のレゲエをしろっていうコンセプトで始めました。それこそ最近はあの新しい EP を出したんですけど、ニューバイブレーションっていうタイトルで、結構アマピアノとかアフロビーツとかそれこそレゲエとかみたいな、その新しい曲もメインで今回出したんですけど、今そういうのを作るためにまず一回オールドスクールをちゃんと身につけようみたいなっていうので、なんで数年前っていうか最近まではずっとそういうオールドスクールなスタイルをずっと続けてこう身につけてたというか、それを学ぼうと思ってそのスタイルだったってことだ。そうですね、うん、自分の中で成功法則とかってあったりしますか？学校とかでやっぱ教えられることだと、僕はこういう道が正しくてこうやってこうやったら大丈夫だからみたいな、そういうのが多いと思うんですけど、実際そうじゃなくて誰かと同じ道を行くよりも自分だけの道を進んでった方が、道は険しいんですけどその分は拾える宝物みたいなものがすっごい多くて、他人と違うこととかはもう恐れずにそのままの自分だからできる何かを見つけてそれを突き進んだら、もう死ぬ時とかもいろいろ得た宝物が多ければ多いほどよりその自分の人生に納得して終われるのかなっていうか、天国のことをザイオンって言うんですけど、レゲエだと要はそのザイオンまでの道なんで、何が正しいかもどこの道に進むかもその自分にしか多分分からない、自分にしかない方法と道があるんで、それを見つけてやることだと思ってます。素晴らしい。今からちょっとチャレンジバトルしたいと思います、はい、チャンピオンからどうぞ。あ、わかりました。愛しますアイすげえすげえここで俺が UFO を出したら全タマングの勝ちになります。でもアイ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 、これで2ポイントなんで最後です。これが決まりました。これが決まります。じゃあフリーかアイ出します。そうです。UFO お支払いします。ありがとうございます。悔しい悔しい。孤独バイス飛ぶ国外開けごま飛ぶ